直近10年のドラフト1位ワーストランキング。12位オリックス、合計防 63.9。11位西武、合計防 54.2。10位ロッテ、合計防 50.2。中村はようやっとる。平沢育成失敗案。中村翔吾は当時は東大戦呼ばわりされとったが、行ってよかったよな。チームに残ってくれたの嬉しかったわ。あと2年したら暗黒やな。9位阪神、合計防 48.7。近本 16.5 とか欠陥しようやろ。1位じゃないけど、実は糸原もプラス10稼いでるらしいな。サトテルこれで監督からも叩かれてるの地獄やん。救済してやりたいわ。岩貞こんなようやっててんか。8位横浜、合計防 45.8。 7位広島、合計防 44.6。 6位ヤクルト、合計防 40.5。 ワンマンすぎる。奥川の防 3.7 とかじゃなかったか。竹下でマイナス20くらいいくと思ってたし意外やわ。払ってこんな終わったんか。イメージとめっちゃ乖離してるわ。5位楽天、合計防 39.8。4位巨人、合計防 32.8。 箱には岡本と UZR 吉川抜いた巨人、1.8、これ2年後から暗黒で草。最近の巨人弱いのこれのせいやろ。この直前は菅野沢村長の坂本らがいるんやし。やっと2年連続で当たり1位引けたか巨人。3位日本ハム、合計防 26.5。 なんやかんやで伊藤博美すごいわな。新庄伊藤はリリーフで。2位中日、合計 57.9。 柳もようやっとる。ネオ全然ダメやんけ。1位ソフトバンク、合計 55.5。 グロイの次元超えてて草。55.5。 村上1人の4分の1かよ。よくこれで優勝してるな。この球団いつもドライチで遊んでんな。もう前提にすると上位で投手を取る理由なんてないよね。一人で20から30稼げる可能性がある野手で固めるのが正解やん。二人くらい主力になったらいい方なんだな。